マド、こんにちは。12月になりましたね。暑いですね。いつこう、髪丸坊主にしちゃいました。で、どういうことですか？それで行くのか？これで始まっていいのか？ねえ、びっくりしたであんたの番組だろ！いいのか、それで！だって、面白いから。あ、そう、というわけで、一イェーイ！緒にいつかのマド、始まりました。今日のゲストは久島保さまた来ましたん。ありがとうございます。イェーイ！イありがとうございます。ありがとう。ちょっと待ってください、久何島ですさん。か？ははは。うん。12月ですよ。お、12月だよ。12月といえば、おうおう。リンドン、リンドン。リンドン、リンクリドン。スマスでしょうよ。クリスマスでしょうよ、ほら。クリスマスパーティー2人でしようって言ったじゃないですか。ええー、いや、だからほら、緑と赤？これ私が用意し て、ええー、飲んじゃうんですけど。飲むのかよ。じゃあ俺もちょっと金色で飲んでみああ、今日クリスマスでしょ？ようかな。今日のこ、な、な、なんですか？これ夏じゃないですか？夏だよ。やっぱ時代を先取りしないと思う。先取りしすぎ。え？串間さんがちゃんと用意してきたのええ、ちに。まったみんなほら、クリスマス、いやいや、正月だ、節分だって。もう、遅い。セミ鳴いてるでしょうよ。そうだ宮崎よ。は今夏なんですよそうですよ、もう、宮崎とあと熊本ね。あ、もう夏なんですかね、あの辺は もそうそうそう、江口さんところはあの柳川はまだかな？福岡県はまだ、福岡県はまだ？春かな、桜咲いてるかな。今、春。春！あ！うわ、さすが、新春。違そう、うね、縁起いいね。ね、串間さん、宮崎出身だからあ、ね。そうね。宮崎は夏っていうことで。そう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 。クリスマスはこんな感じなんだ。あ、クリスマス、そう、あの、用意もうそうだしてよ。きたわ。いや、せっかくだからね。いやいや。そっか。おそっか。クリスマスパーティー。やるよ、ほら。どうしたの？これ？どうしたの？ちょっと、おいたをしてね。おいたしちゃったの？あ、かぶってくれるの？一応。一応、かぶるか、ほら。あ、かわいいよ。あ、な、真夏のサンタクロースみたい。真夏のサンタクロース。おお、言うね。おいたしたの？いやいや、また戻った。ちょっとおいた気になっ た。いやいやいや、もう最近ちょっと夜遊びが激しいんじゃないのっていう。あ、そうなの？うまたそんな話。そんな、ちょっと待って、待って。先月の舞台の なんかあ、楽屋みたいな話やめて。そう。いいじゃん、いいじゃん。福島さんもリツコの窓ファミリーということあ、ファで、ミリーなの？もうファミリー3回以上出ていただくと、漏れなくリツコの窓ファミリーになれます。漏れなくハワイ旅行プレゼント？何回出たらかな。あ、何回出たら？そうそうそう。えそうそう。さあ、そう、まずご報告しましょうね。あ、何でしょう？はい。11月13日から17日まで行われました、福島さんとご共演させていただきました、一家騒乱。ございま万す。葉亭でね、幕を下ろすことができました。ありがとありがとう、見に来てくださった皆さん。あ、ありあ、あがとうりがございとうございます。もうほんます。まにもう、本当ありがに。とうございます。ほんま。ありがとうございます。もうピンで止めちゃってない、とりあえずね。はい。ね、応援してくださった皆さん、ありがとうございます。わざわざ遠くからもね、来ていただいね、た皆そうですよ。僕の、ほら、インドネシアから。これマジね、ほんとほんと。インドネシアから？インドネシアにいらした方がいらしたり、ほら。あららららららほら、あと、ニューヨーヨクとか。ーク。そうそもう、ワールドワイドなう。ね。もうね。もうこの番組は世界に発信してますから、ぜひその方々にもね、見ていただあ、けそうますね。からね。アニョハセヨ。あれ？今、インドじゃん、インド。あ、インドじゃないか。インドはなんだっけ？あ、インド？カムナサハマムスニテ？だ。じゃあ、カムサハムニテだな、お前。中国語でし中ょ。国語だね。いやいや、違うから。韓国語だよ。福島さんも適だ当から、じゃん。おい。あ、ナマステだナマね。ステ、あーね。ね、すごい、福島さんのニューヨークの友達、インドネシアの友達も。ああ、いらっしゃっていただいてね。あ、私も富山県から母の何？友達が来ていただいて。お母さん今回だ。お母さんはね、ちょっと今回これだったんですけど。いや、そんやったっでか。もね、マスの寿司持ってきてくださってね。ありがたい。ありがたいありがとうございね。ます。もうたくさんの梨方食べた？梨じゃなかったっけ？なんかプレゼント。田舎から送られてきた。違うネタでしたね。あ、リンゴ？リンゴ？これあ、リンは、ゴ。おお、何これ？ちょっと実家に帰っちゃうんですよね。1週間ぐらい。え、い実家つ？に帰先週？今日？今週。あ、今週ね。今週帰ってて、ちょっと長野のね、おばあちゃんとかリンゴが届いたんで、持って帰ってきました。後で福島さんにプレゼントさせて。食べて。あ、似合う！ 似合う、似合う、似合う。似合う？食べていいよ。食べていいの？ちょっとキーとかやって。聞いてやんの？私？あんいいたの？いやいや、いいよ、いいよ。あ、こっちの方が汚い。ちょっと
ほら食べた食べた。いやいや、美味しい、本当に美味しいの。いや、いいの？長野のね、リンゴ、うん、じゃあちょっといただきます。蜜が詰まってて、一口言うんでしょ、一言。うん、うん、血がついてるよ。それなんか年の分かるよ、そのコマーシャル。そうえ、昭和、昭和。ほらほら、蜜が分かる。すごい、蜜がついててね、美味しいんですよ。これはちょっと血がついてるから。年が分かるでしょ、俺の。あ、そうだね。いいんだけどね。うん、いや、美味しい。蜜がほんま、うん、ない俺、うん、ちょっと。じゃあまずはね、うん、やっぱこのね、舞台一家騒乱を見てくださった方とかもね、うん、まあ一応こう、うん、思い出話とか、うん、思い出話。うん、もう、ね、ないの。ないよ、もう忘れちゃったよ。うっそ、いろいろほらちょっと振り返ってみようかなと。せっかく島さんがね、前回に引き続き来ていただいたということなんで、うん、あの、なんか、うんうん、エピソードとかお話ができたらいいなと思うんですけど、うん、うん、みたいな、うん、あ、やっぱね、夏はね、うんうん、虫取りに行かねえかと思ってさ。え、虫取ってきたの？虫取ってきたよ、ほら、ちょっと見てて、ほら。え、なんですか、これ。急な展開でしょ、ほら。こっから出すんだよ、虫って。いやいや、でかすぎて、ほら。腹ペコは虫、どう、これかわいい。見て、ほら、腹ペコだからリンゴくんだよ。あー、あ、食った後みたい。あ、ほら、食った。リリリリリン、やめてよ。うちの娘なんだからあんま。やっぱり。え、あとほら、いや、それ早いよ。バカだな、お前。あ、グリとグラだ。ほら、グリとグラもほら、ね、やっぱ虫だから。グリとグラ。虫じゃないでしょ。あ、虫じゃないか。ネズミだよ。あ、ネズミだ。絵本でね、有名な。ね、有名だね。え、エリック・カールもほら。俺、エリック・カールだの。腹ペコハムシっていう絵本があるの。そうだよ。いや、まあ、これはグリとグラ。グリとグラ。で、あの、どっちがグリでどっちがグラでしょ。グリとグラ。あ、何で知ってんねん。なんとなく。なんとなく。いや、本とか読んでたの？読んでた、持ってた、持ってた。持ってた。うん。そう、グリとグラ。ねー。あった。美味しいんだよ。あと、ほら、これ。ね、虫。虫じゃないでしょ、これ。カエルでしょ。これ。これってなんだっけ、ケロヨン？ケロ、うん、ケロちゃんね。うん、そうそう。あれかな、あの、お風呂のオケ、うん、あー、一緒一緒。あれ富山じゃん。そう、あれ富山なんだよ。あれね、黄色い。いや、知ってました、ね、あれ銭湯にある黄色いオケあるじゃないですか。うん、そうそう、ケロヨン。ケロ、うん、ケロヨン、うん、そうそう、ケロリン。ケロリン、ケロリン、ケロリン、うん、ケロリン、あれ富山県のね。そうなんだよ、あれ富山県の会社なのね。ねえ、同じ同じ、ほら、同じ同じだよ、きっと。うん、そしてようやくここだよ。あ、来た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 来ました、来ました。これ ね、舞台見た人はね、わかるんじゃないかなと、ね、このキーワードね、この長い振り。うん、まだまだってね、招き猫が ね、いろいろキーワードであってね、ありましたね。うん、そうそうね、これね、なんか左がなんかお金で、右が人とかなんか言うね。 ありがとうございます。ね、いやいや、これはいいですか。じゃあこれそこに置いておいてね、タモさん的に。ね、タモさん的に、ね、プレゼントじゃある、ね、え、プレゼントするの。プレゼントはそれ長男に怒られるんだよね。じゃあ今日はかっこいいね、飾らせていただいてね、満員御礼ということで。ね、ありがたかったね。うんうん、ありがとうございます。ちなみにどんな話だったっけ。うん、鈴木クリーニング店で繰り広げられる、うん、なんで私に振るの、うん、うん、そうそう、うん、あの家族、うん、鈴木クリーニング店、長男だったでしょ、福島さんが。まあね、うん、あの、主でね、主で、で、店主でね、店主でね、大黒柱でね、うん、そうそう、その弟と、うん、お父さんと、うん、3人暮らしでやってるところで、ご近所付き合いとかね、うん、ね、やったね、隣の、うん、あの、お家のね、かよちゃんね、かよさん、うん、美発店のかよさん、そうそうそう、そしてね、あと2階のほら、あの松江おばあちゃんね、やってきてもらって、うん、ね、大変だった、あれ、こう、なんかこうね、うん、こう今、忘れがちな人情というかね。忘れてないよ。え、でもさ、最近近所付き合いってなくない。そうなの。え、あるの？あるよ、うちは。なんかマンションとかってね、うん、なんか東京に来てからね、うん、うん、あんまり喋ったりしない。あ、そう、うん、なんかまあ、リンゴとかどうぞってやりに行けばいいんだよ、お隣さん。お裾分け、お裾分け、お裾分け、流行語大賞 ね。あ、そうなの、わかんない、うん、おもてなし、おもてなしね、あ、あね、ノミネートはね、ノミネート、そうそう、舞台ではそれをもじってね、うん、おもてなしってやってたんですよね。やったね、うんうんうん、そういうことがありましたけども、うん、楽しかった、楽しかったよ、うん、私はね、こうルビーちゃんというね、あ、やったね、ゆり子ちゃんという役でね、なんと、はい、ルビーちゃんでゆり子ちゃんで、はい、一石二鳥、うん、そう、なかなかね、あの複雑なのね、話すと長いんだけど、うん、
前回は、前回はちょっとネタバレになっちゃうか言えなかったんですけど、フィリピン人お父さんから逃げるためにフィリピン人のふりをしてフィリピンパブで働いてるルビーちゃんっていうね、でも本当は北島由里子ちゃんなんですけど、そうですね、それでね、家族の、なんていうの、鈴木、この鈴木家をかき回しに来るじゃない、やってきてね、でも本当は、本当はすごく大変な人生を送ってて、そうで、お父さんからね、大変な目にあったりとかして、お父さんとの確執があってね、そこから逃れていたんだけども、ね、この鈴木家の皆さんにいろいろこう関わることでね、なんか一緒に家族ゲームみたいになったんだよな、ね、紐解かれていくルビーちゃんというね、そうそう、一つのね、お父さんと再会してね、そこからなぜか我々がディカプリオみたいな感じになって、そうね、なんとね、その鈴木家の長男の福島さんが演じた翔一さんと由里子ちゃんは、なぜか結ばれてしまいましたね。ねえ、本当？ん？初めて聞いたよそれ。え？え？あの日の、あの本当？結婚式みたいなことになっちゃったじゃないですか。ねえ、その後続くみたいなね。ねえ、あの二人どうなるんでしょうね。そうですね。まあそんな舞台だったんですよ。ねえ。ええー、なんとね、ここがくっつくという。いやいや、もう昨日もね、実はあの某お寿司屋さんで、作家の倉沢さんと、あとお父さん役やったあの伊藤浩さん、え、昨日、一緒に寿司食ってきて、え、ちょっとなんで連絡くれないんですか。いやいや、あったでしょ、あったね、みんな忙しいから、実家帰ってた、実家帰ってた、ね、実家帰ってた、そうそう、ちょっとカッとやって、よっ、そうでしたか、そうそう、昨日だったんですね、おかげさまでまた第4弾やってほしいという話があるよっていう話をしたら、じゃあやっぱちょっとやらんといかんだろうと、第4弾ありますかね、さあ楽しみ、ねね、でもね、大好評、好評いただいてるこのね、一家シリーズ、はい、第3弾だったわけなんですけども、もしかしたら第4弾があるかも、ね、その時はまたお知らせしますからね、はい、りっちゃんがね、島さんもね、あ、俺がやんの、だって鈴木家だからさ、まあまあそうだけどさ、まあ、ちょっとその後どうなるかはね、わかんないですけど、いや、まあ今回ほら、あの恋せよ乙女たち、永遠の乙女たちってことね、あ、そうだったんですね、テーマがね、本当はあの、まあ、本当のテーマは松江さんとそこにやってきた老人ホームでね、吸ったもんであったけれども、やっぱりあの、ね、いつまで経ってもね、あの恋しろよと、じいちゃんばあちゃんも、大人の恋愛もありましたね、大人のね、まあまあそこら辺もあってね、って、大変な、はい、親子の確執もあって、大人の恋愛もあって、あってね、はい、いつまで経ってもラブだよラブ、やっぱクリスマスだな、そうだよ、愛だな、愛がいっぱいだよな、ラブだね、それで、まあね、そんなこんなあのそんなこんなかい、そんなこんなでいいの、そんなこんな、はいはい、そうそう、そんなこんなやって舞台終わりましたけれども、はい、舞台終わった後とかって、福島さんってどんな風に過ごすの、いやいや、普通にもう一気にガラッとさ、日常に戻る、戻るよ、俺意外と、意外と、はぁはぁはぁ、いや、戻らないと、え、じゃあさ、ここまでの間さ、まあまあもう次のね、公演もイベント控えてらっしゃいますけれども、はい、それまでの間ってさ、どうやって過ごしてるの、じゃあまずほら頭、どうしたの、置いたしたの、また戻るよ、戻るよ、ね、なんでどうした、あ、なんか、失恋、失恋、そうなんだよ、恋多いからさ、恋多いよ恋多き男だったの、そうなんだ、誰が恋するの、いやいや、俺も恋するだろ、あ、福島さんがね、俺は振られてばかりよ、トラさんだもんね、翔ちゃんみたいな、翔ちゃんみたいな、翔ちゃん、翔ちゃん、ね、そうそう、そういうこともあり、失礼、いやいや、失礼、失礼でしたら、うん、そうね、え、そうなんですか、いや、失恋もするだろうしさ、いや、次のほら、失恋をし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 、また恋をし、また失恋をし、まあ、でもね、なんだよ、はい、恋はしてたい、恋はしてたい、恋はしてたいですよね、え、どんな恋をしてんの、え、妄想、常に妄想でいっぱい恋愛してるよ、妄想妄想すごい楽しい、うわー、話聞きたくない、それなんで、なんですっげー話聞きたくない、すごいいいエピソードとかあるよ、エピソード、ほら、すっげー笑ってる、ほら今日なぜか女子、なんかすごいね、妄想はね、どんな妄想、キュンキュンするよ、キュンキュンしてんの、キュンキュンする妄想し寂しい、
寂しい子みたいじゃん。そんなことないよね、妄想ね。何？なんかみんなさーって、なんかさ、ギャラリーがさ、今日のギャラリーたちがさ、みんなさーって、誰もリツコの妄想なんて聞きたくないよって感じだよ。そうなの？違いますよ、キュンキュンって。キュンキュンは腹痛でしょって今。ギスギス違いますよ。キュンって胸がキュンって締め付けられるんですよ、こいって。求心、ね、求心飲めって。求心飲めって、こら求心ですよね。へぇー。動機。でもね、ドキドキすることってあんまなくないですか、もう大人になったら。そんなことないよ。俺もあったよ。え？いや、この間。え？誰？誰？いやどれ、ある女性と握手した。うん、握手しただけでキュンとした。キュンとしたね。恋だね。恋、恋するよ。え、3分後には忘れたけど今思い出したけど、そういうのは常に。え、なにすごい憧れの人だったの。まさかここで会えるとは思えなかった人とかいるじゃない。あー、わかるー、ね、わかるでしょ。あった、あった、あった、私もこないだあったの。でしょ、ね、あの、あのね、この間、話していい？いいよ、いいよ、話して、話して。ここだけね、あの、あの、ここだけの話だよ、ここだけの話。この間、ポール・マッカートニーのコンサート行ったんですよ。え、ポール・マッカートニー。そうそう、で、最終日、最終日のライブ、最終日に連れてってもらって。連れて、マジ？いや、いいな、それ。ちょっと待って、その話、そっちの話にしようよ。最終日、ポール・マッカートニー。そう、そう、もうね、20年ぶり、あ、違う、何年ぶりの来日？11年ぶりの来日 で、はいはい、で71歳ので最終日、東京ドーム最終日公演、で1階の1階席だったんですけど、1階の21ゲート、ね、こんな360度あるじゃないですか、東京ドームって。でその21ゲートの私の座った3列前に知り合いがいたの。知り合いそれどっかテレビで見たとかそういう人じゃなくて。大好きな知り合いがいて。大好きな知り合い。そう、すっごい感動しちゃった。それってさ、嬉しくない？いや、嬉しいよ。それだけでね、キュッてした。キュッてした。あ、そっか。だけどすごいと思わない？すごくない？その偶然。まあまあね。すごいでしょ？え、何万人いたの、その中。多分さ、東京ドームだからさ。5万人？うん、そんなレベルだよ。そんなに？その中でさ、あの中のさ、3列前にいる確率ってどう思う？運命じゃない？妄想また始まった。今すっごい来たね、強引に。運命必然、必然デスティニーね。必然、必然。ニューストリーム見てないでくださいみたいな見ないでください。いやいや、で、それで何よ、声はかけたの。勇気を出してね、ちょっとだけ声かけた。そしたらん、でもなんかね、うん、そう、おつ、おつ、おつ、あ、おつ、あ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 、レレレレレ。いいの。で、佐久島さんのじゃあ、キュンキュン話で。俺のキュンキュン話、うんうん、いやいや、まあ、ある仕事をやった終わって、はい、で全然絡みはなかったんだけど、 あのドラムの打ち上げってやつ。まあまあね、うん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 、それで、で、うん、某ドラムの打ち上げで、はい、でもそこでたまたまお会いすることになって、うん、で早く帰られるから、あと追ってって、で、握手をして、うん、握手して。女性？女性？女の人でしょ。確認しとかないと。女の人でしょ。確認しとかないとさ。胸毛生えてる。いやいやいや。いや、そうだよ。そっち？くしろさん、意外と、やだーみたいな。意外とワイルドですね、縦髪。縦髪やね。ちょっと来年、馬年だからな。何？何ちょっと、見ちゃいけないの。私初めて見たかも。何？何を？あんなに裸いっぱいになってるの。串山さん、うん、串山さんと付き合い長いけど、ちくげぼぼ。ちくげぼぼ。ほらほら、ちくげぼぼ。やめてよ、もう。ボーボー恥ずかしいんだから。もうクリスマスなんだから、もう。びっくりした。結構ワイルドだぜ。ワイルドだね、ワイルド。ワイルドクッシー。ありがとうございます。ほいで、もう大女優。もう大女優。おー、で、当てていい？当てないで。もうね、誰誰か教えて、こっそり。誰か。名前教えて、ここだけ。おー、そりゃすごい。イエーイ！もう
ちょっと2人でちょっとその話で後で盛り上がろうか。盛り上がろうか、ね、すごいね、すごい女優さんでしたよ。やっぱでもそれはあったらキュンってしちゃうね。そうよ、もうね、いやでも3分後には忘れたけどね。でも嬉しいですよね、やっぱ、ね、やっぱそういう人に会えるって嬉しい。会えるってさ、でまた触れ合える、それだけでいいよね。私妄想族みたいなって妄想族みたいな寂しい野郎たちみたいな。クリスマスだからさ。そうだ、クリスマスだよ。そうだよ、いいよ、クリスマスはこっちの方が似合うよ。かわいい、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 この温度差、温度差。いやね、もうほんとね、うん、暑いからね。なんでこれだ、肝心のなんかないほんとに寒いから。そんなことないわ、あのな、なんかね、うん、これしかなかったんだよ、うちに。なんでこれがあったの。もう出てくる時にもうこれしかなくて、あ、もうこれでもいいやつって用意してくれたんだね。やっぱね、なんかこの後花火見に行くから。あ、そうか、この時期は夏だからね。大江戸川に花火見に行かなきゃ。そっか、もう大江戸川、大江戸川っていう川があるんだよ、宮崎の中心部を流れている。おお、うん、そう、そこの大江戸川沿いで毎年8月にないとこの花火がボーンボーン。いや、綺麗だ。そうそう、福島さんがじゃあ宮崎出身っていうところで、うん、大淀川でライブやるんですか。大淀川で、そう、この寒い中風ビュービュー、いくら寝やさげても夏だったじゃん。夏だった。寒い中で季節変わる。うん、いやいや、あのオールシーズンだから。よかった、オールシーズン。何、いや、なんで横文字なんだよみたいな。うん、そうだよ、ね、え、そライブをやるっていうことで。そう、宮崎弁ライブやるんですよ、おかげさまでね。これは毎回恒例なんですよね。おかげさまでね、なんかもう2009年ぐらいからやってるんですよ。年間何本、はい、何回ぐらいこのライブはやってるんですか。ここね、去年ぐらいから一昨年からね、年間2本。あ、年2回だいたいね、6月、うん、12月、うん、私も見に行かせていただいたことが、うん、ありがとうございます、はい、ありますけど、もうどれぐらい昔でございますか。あ、でも6月 ?6 月去年、違う違う、去年、あ、去年、今年1回抜けてるから、その前の時だと思うよ。前か、あの、うん、あの居酒屋で、あ、居酒屋の時か、居酒屋の時に来ていただいて、その時か、あの、はい、久美さんね、うんうん、あの、岩切、今、大きい顔の人ね、こちらにチラシが出てますけれども、はい、その大きい顔のね、大きい、うん、大きい顔、怒られるよ。いやいやいや、ね、岩切久美さんも、ね、リスコの窓もあの前ね、出ていただいた時に、うん、はい、うん、即興芝居をね、うん、この宮崎ライブではやるということで、あ、そうだ、一緒に即興芝居をやったね、ほら、やりましたでしょ、上野でね、上野で、あの時、ね、うん、何やったんだっけ、うん、なんかお題を3ついただいて、うんうん、やったやった、なんか、うん、設定、女子高生とか言われて、お客さんに、で、また俺、意味もなく脱いだんだよね、脱いだ、脱いだ、脱いだね、女子高生の親父は ね、あ、サラリーマン、サラリーマンか、うん、で、なんか先生だったのかな、あ、そうだね、あの久美さんがね、うん、そうそう、懐かしいね、そんなこともやったね、うん、やりました、即興芝居、ね、うん、ドキドキね、ドキドキ、うん、うん、うん、またやりたいの、うん、やりたいけど、うん、うん、やろうよ、うん、いつかいつか、今日、今日、今でしょ、いやいや、今日、いつやるの。いやいや、それはわかんないよ、あなたが好きなの、うん、やる、やる、あ、いいよ、やろうかと思ったらいくらでもできる。俺たちいつもやってる。あ、そっか、いつもさ、即興芝居をやるっていうことで、うん、だけど、あの、私が見に行かせていただいた時は、はいはい、あの、神話、宮崎の神話をもとに、うん、なんか、あの、物語をやってらっしゃった。ああ、やりましたね。毎回そういう、こう、神話とかをやられるんですか。うん、そうですね、あの、前回は、うん、やはり古事記からね、あの、ニニギノミコトと、うん、この花咲夜姫のにぎにぎのみことと、にぎにぎじゃないの、にぎのみこと、自分がやった役も忘れちゃった。にぎのみこととにぎのみことと、この花咲くやひめ、あ、姫と殿の話、まあまあね、まあまあ神様の話ですわ、うんうん、のその愛の物語をね、あるんで、あ、じゃあ毎回そういう神話をもとにやられるんですか、うん、で、芝居を。去年はオープニングがちょうど12月14日だったから、うん、中心蔵、オープニング中心蔵で、はい、まあ軽く沸いて、ね、まあ、普通にやらないじゃない、我々は、ね、なかなかね、がっつりと、うん、でその後に、その後あのバカ向こうさんっていう、ね、お正月の、ね、ネタをちょっと、あ、楽しそうですね、あの落語のネタでもあるんですけどね、はいはい、あの
庄屋さんみたいなところに、じゃあその宮崎の神話ばっかりじゃなくて、うんうん、宮崎の民話もやるし、やるし、そういった忠臣蔵だとか、そうそう、まあ、王道な、なんていうんですかね、もやるし、うん、もちろん神話、大体神話が人気なんだよね、やっぱ宮崎、だからそういうのは宮崎だから神様がこう来るみたいな、そうそうそう、うん、だから今までイザナギ、そう、イザナギとかイザナミの話とかね、あるんだ、やっぱりそういうお話がやっぱり言い伝えの話が多いの？言い伝えっていうか、だからまあ大体そこが宮崎が舞台になってたりとかね、することで、いや多分それぞれの地域にあるんだよ、うーん、そうなんですね、そうそうそう、だから例えば何山田のオロチ系とか、はいはいはい、あそこら辺はあのほら島根県の方とかさ、ね、出雲の方とか、あと奈良の方とかさ、あと宮崎の方とか、なんかそういうふうにあるんですわ、うんうん、でもそれぞれの地域にそういう話はあって、で、うん、で、うん、今回は今回は、はい、なんとなんとやはり、うん、何をやろうかな、クリスマス、クリスマスネタやろうかなみたいなね、嘘でしょ、いやいやいや神話でしょ、今回も何やるか分かんないんだよ、だからえまだ決まってない、だからリハーサルもやらずに打ち合わせ1回だけやって、うん、であとは本番だけだから、リツコの窓みたいだね、でしょリツコの窓も台本なしで毎回やってますから、うん、そうそう、だから一番初め我々はね、うんうん、まあ、まあこんな感じのフリートークを宮崎弁でやるわけよ、はいはい、でお互いほら久美ちゃんも僕も親戚だからさ、うんうん、あそうなんですよね、うん、岩切久美さんと島田本さんは実は宮崎で親戚、親戚遠い、遠いの、すごい遠い、どんぐらい遠いの、俺のお袋と彼の、うん、彼じゃない、彼女、彼女か、そうか彼女、ね、いやうちのじいさんと彼女のお父さんが仲いい親戚、あ、ね、じいちゃん同士がいとこ、あ、いや向こうはか向こうは父ちゃん、うちはじいちゃん、だから父ちゃんとじいちゃんがいとこ、そうだから家系図で言うと、うん、俺の方が狭いな、俺の方が、うん、うまそうだな、それちょっと俺の方が、うん、あの下なんだよ、なんとか何頭身とかで言うと、うん、彼女の方が上で俺の方が下なんだ、誰から見て上なのよ、だから俺から見て彼女が上なの、うちのおふくろと多分ね、しん、あのいとことかはとことなんかそういう、そういう感じ、じゃあ目上の人的な感じになるの、うん、人せ、人、人一代上、うーんみたいな、うーん、なんでその親戚だってことが東京に来ても発覚するの、うん、そうそう、あの、和樹、はいはいはい、和樹の舞台の時に受付を、ね、受付をやってくださって、そうそうそう、で、そこで、うん、岩切さん、岩切というのは宮崎に多い名前だから、そうそう、じゃあ岩切さんは、うん、もしかしてお父さんはなんとかさんね、言ったら、うん、あそうよ、うちはおふくろなんとかさんやっちゃうかみたいな、あら、そしたら、みたいな、宮崎弁、今の、うん、宮崎弁やじえ、なんか土幻化せんかいかんみたいな、あ、土幻化はね、またちょっとあの薩摩の方やで、土幻化せんといけんやろ、いや宮崎はどんげかせんと、どんげかせんといけん、どんげかせんと、マッチョルねーだっけ、そうそう、あ、よくわかったね、うん、教えてもらったわね、教えてもらった、あ、福島さんからね、宮崎弁でね、うん、あの宮崎弁であのライブ中はわかんない人がいたらわかりません言うて手挙げてもらったらよ、うん、どんどん教えて、ほんと2人の会話も宮崎弁でどんどん進んでいく感じですもんね、ね、うん、不思議なんだよ、え、じゃあ東京で戻るけど、うん、うん、戻ったの、東京で親戚だってことが分かったんですね、分かった、あれ不思議やったね、そこからまた一緒にライブをやろうっていうことになるっていうのもすごい不思議な感じなんですけど、おお、まあほら大体ほら、うん、あ、ほら新宿は誰でよしばしょったかね、うんうん、うん、ね、江口さんとかね、皆さんでね、はい、福島さんとかね、うん、そうそう、みんなで一緒にコランちゃんとかさ、はいはいはい、あとあの服部さんさ、やっちゃったね、うんうんうん、ね、その時に皆さんリスコの窓出てもらってる方々なんで、ね、あの YouTube でぜひご覧ください、あの新宿でね、やっちゃった時に、そうそうそう、終わった後に、はい、まあ、彼女が、ね、あの手伝いに来ちゃったら、うん、まあ、そうそう、終わった後に2人で、まあ、飲むわけよ、うんうん、ね、そうするとじゃあ、まあ、せっかくやから宮崎弁で泣かすかと、ね、だいたいその終わった後に飲む時をあの、うん、親族会議って言っちゃったんですよ、あ、親族会議、親族会議と銘打って飲み会しちゃった、あ、ライブや、前ライブも親族会議だったでしょ、昔は、いやいや、今も親族会議、あ、今も親族会議だね、今も親族会議だよ、今も親族会議、もうね、チラシないからコピーなんだけどね、うん、親族会議マニアって書いてでしょ、チラシ出ますからね、もう書いてますからね、親族会議マニアって、はい、一応、え、ね、ほら、いいぞいいぞ、ほら、え
リツコ回せ回せ、ね、ほらいい、ね、ギャラリーも自由、ね、リツコの窓、ね、はい、リツコの窓窓です。もうクリスマスっていうのに夏です。だからもうね、神風、ね、もう風に気をつけてくださいね。ほら、富山の口に持っていかなきゃ、ほら、あ、ね、ね、持ってく持ってく、ね、リンゴ風に注意して、ほら、リンゴ、ほら、万病のね、薬だからね、うんうん、医者いらずって言って、医者いらずね、リンゴはね、うん、リンゴダイエットしようかな、ね、とさ、言ってよ、ほら、うんうん、ね、だからそう、やっぱね、昼間の温度差、昼間太陽出て暖かいけど、うん、夜すごい寒いから、うん、まあ、本当に今ね、風流行ってますからね、皆さんも気をつけてくださいね。はい、今さ、もこんな薄着してたら風邪ひくよ。ああ、風邪ひくよ。何弁それ。かなりなまってくるね、いろいろ。なまってくるよ。なまってくるよ。うん。で、宮崎弁ライブ。はい。何喋ってた。話がね、いろいろ飛びますけれども。あ、はい、はい、あ、まあまあ、ぜひね、はい、遊びに来てくださいっていうようなこともね。はい、今日は、いいです、その、え、見どころみたいな、今回の串間さんのライブ。今回の見どころ、はい、見どころですか、もう言っちゃおうか、うん、今回の見どころはやはりクリスマスってこと、今までほら、あの、うん、さっきの話じゃないけど、いや本当にクリスマスネタをやろうか、あ、うん、ちょっとその宮崎という枠を超えて、枠を超えてクリスマスやっちゃおうかな、とやっちゃおう、やっちゃおうかな、うん、みたいな、なってるよ、うん、いいね、うん、そう、クリスマスでなんかちょっとやっちゃおうかなということでね、うん、あの、いろいろ画策してます。あ、じゃあこれから本当にその内容も考えていく、うん、うん、まあ大体もうね、あの、もうずっと前からこんな感じになるかなっていうね、予測はついてるんだけどね、うん、うん、まあ大体もう恒例となってますからね、うん、今回でなんとボリューム何回目、ボリューム6、あ、7回目、そう、いや6回目、6回目え、スペシャル見ながら7回、これ6でしょ、どう見てもでもさ、ボリューム16って書いてある。ああ、それはね、あの、久美ちゃん自体は、あの、この西荻窪のね、新宿会議としては6回。6回目。で、スペシャル合わせると7回目ですけど、ね。2013年12月15日、はい、来週ですかね。来週の日曜日。はい、はい、15時スタートで14時半オープン、うん、はい、千脇久美さんと串間保さんで、はい、会場はライブハウス音屋金時、はい、駅でいうと、西荻窪駅ですね、西荻窪駅で、うん、そうそう、はい、普通はあの中央線だけど、あの日曜日だから止まらないから、うん、なるほど、ね、荻窪で乗り換えるか、各駅停車でね、来てください。そうそう、荻窪とかね、うん、中野とか、あと、三鷹とかそこら辺で乗り換えて、はいはいはい、料金2300円で自由席ということで、はい、これチケット申し込みたいという方はどうしたらいいですか。あの、ライブだからね、もう直接来て大丈夫。あ、もうそのままお手や金時を探してきてくださいってことね。ほふく前進で、ほふく前進でね、たまにいますよね、前いましたよね、うんうん、渋谷駅、あ、いたいたいた、ほふく前進して歩く人、あ、いたね、うん、見たことないけどえ、串間さんは、はい、今年、まあね、うん、今回、去年も串間さんご一緒に舞台もやらせていただいて、今年も、そうだっけ、そうなんですよ、ほんとね、忘れてんだよね、何やったっけ、でも仕事しすぎなんじゃない、串間さん、そうなの、もうほんとね、覚え、もう忘れちゃう、だってもう、毎日仕事してるでしょ、そんなこともないよ、うん、だって今年舞台何本やりました？ 5本？ 5本でしょ、うん、全部言える？おお、おお、分かった、あれだ、舞台は言えるでしょ、柳川行ったじゃん、それ去年ね、思い出した、やっと思い出した、おー、さ、覚えてるよ、だからそれはほら、うん、それは覚えてるよ、そんなでも去年の今夏のが出てきたでしょ、今年5本やった、全部最後言えるね、最後言えるよ、これ一家騒乱だよ、一家騒乱ね、うん、また共演させていただきまして、ね、あと残り4本やって、その前はほらハロルド・ピンター、そうそうね、ハロルド・ピンターやったんだ、ノーベル文学賞受賞作家、うんうん、何やったか覚えてないけど、もう忘れたけど、でもやったんだよ、うん、ハロルド・ピンター、だけどさ、うん、5本やった以外にもテレビにもね、たくさん出てご活躍をされてらっしゃった串間保さんですけど、本当もありがとうございます、ジェジェジェね、ジェジェジェとかね、星よりひそかに、わかんない、ジェジェジェ、ジェジェジェね、ジェジェジェで出たり、タイが出たり、ね、ありがたいね、うん、ね、いろいろ大活躍でお忙しいじゃないですか、ですね、テレビでも串間保さんをこうたくさん見る機会が増えて、私はこう、あ、串間さんと思って見てます、ありがとう、指さして笑うんでしょ、
って口元でもなんか息子さんがなんかテレビに向かって喋りかけたんでしょ息子さんが、うん、なんだっけあの話あ倒れちゃったんだっけテレビの中で、ね、テレビを彼が見てたんですわ息子さんが ねテレビで僕もちょっと彼のね、うん、いる部屋に行ったらちょうどテレビで流れててたまたま串間さんが出てるシーンが流れてて、見てで、あの大詰めでねあの刺されたのね刺されちゃったね串間さんが刺されて、まあ、救急車に乗ってとかやっていなくなっちゃうんだけどさ、うんうんうん、ね、本当大詰めで刺された時にうちのまだ小学校6年生だった長男が、うん、お父さん言ってたのね聞いちゃったのね聞いちゃったねお父さんここにいるのにテレビ見てお父さん刺されちゃったって思ったんだろうね思ったんだろうねもうあれからもう何年かわいい大きくなってましたね俺を抜かしたよせもうあらほぼちょっとイケメンになってたよそう、うん、私こんなまだ小学校入ったぐらいの時かな、ねうん、こう車の大人のねあのなんか集まり、ね、お食事会の時に一緒にいらっしゃっててこう車でうーんブーンカーテブーンってやってたあの男の子がだよ、うん、もうお兄ちゃん、ね、イケメンになってた、ね、ありがとうお菓子あげたらありがとうございます言った挨拶した、うん、偉いねもうだからもうお姉ちゃんも張り切ってもう楽屋行っちゃうお菓子はい、お菓子あげてありがとうございますお菓子くれるお姉ちゃんだと思ってうん皆さんのおかげで、ね、生きてるから何おっしゃいますかお父さん頑張れみたいなたくさんまた来年のお仕事もいっぱい決まってらっしゃるんじゃないですかうんどうだろうねこれが終わったら少しはゆっくりできるしたいねやっぱ家族と一緒に過ごさなきゃ少しは少しはでもほら学校の学校の行事、うんうん、あそれはよく行くよ。ねえ、串間さんはいっぱい行ってらっしゃって、うん、Facebook なんかでもね、うん、運動会に運動会行ったりね。うん、え、ほら、だから、誰誰持っていかなきゃいけないでしょ。誰もうみんな、なんか、うん、どうしたんだろう、ね。ちょっと今日、りっちゃん、なんか真面目じゃないなんか。あ、そう、うん、どんどん崩そうと思えば、いくらでも崩れるけど。じゃあ、ここで、はい即興芝居を。やるのやめなよ。やめろかもう自由に疲れてるね疲れてないよなんでえなんでだってこれから花火に見に行かなきゃいけないんだからさ花火花火今年行ったえ今年うん花火した行ってないねあ行ったどこ行ったいや神宮あすごい、うん、屋根の上からワイン見ながら屋根の上からうん屋根屋上から。うん、そこら。それはよかった。そう。ふっといて。もう終わりかい。うん、そんなことないよ。もっといろんな穴を出したつもりだったんだけど。穴？なかったか。まあでもそこ突っ込むと。あ、そうか。どうかな。誰と言いたかったね。そう。あ、そうか。島さん、恋多き男らしいから。あ、そう。あら、まあ、最近はね。でもパパだからね。あね。さっと。なんかお母さんみたい なんか近所のおばちゃんみたいなこと言ってたそうだよ、やだ、串間さん、ね、でも私とはご飯食べてくんないじゃないああ、だからほら、またあの黒沢さんとかコウさんが、うんうん、またあの近くの焼肉屋で焼肉ね、うん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 、りっちゃんをいたわるかいえもう今回本当に彼女がいなかったいやいやいや、ね、そんなことないできなかったところがある串間さんがいなかったらできなかった、いや、本当にもう串間さん、私すごい串間さんこと今回の串間さんすごいなって思ったこと言っていい何をいつもね、串間さんと共演するたびに串間さんがいろいろね、こう勉強になるわと思ったことがいくつかあって今回の私の発見は、はいはいまあ、毎回かもしれないんですけど、はい、江戸っ子なまりをね、入れてるんです江戸っ子なまりを佳代さんはまだ一人身だろうか一人身だろうかっていうセリフなんですけどそこをわざとあえて一人身だろうかっていう江戸っ子を意識した串間さんみたいな私は知ってますよあ、そうわざとでしょあれわざとなのえ、わざとでしょ知らないよ絶対わざとですよねそうだそうわざとね、こうさしすせそをね江戸っ子だから言えない人を演じてるこの憎い、憎い先輩何を知らないですよいやそうでしょえそうでしょそれはだっていっぱいそうやって台本に書いてあるんだからちょっとね初めてしゃらんのかいそう私は知っている島田もね
ね。楽屋では毎回舞台出る前に台本を確認してそんなみんな知らないね、ほら俺のリンゴ食べろほらやだ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 、美味しいほら蜜がいっぱい、ほらほらちょっとなんで恥ずかしいの、え恥ずかしいの、福島さんのそういう舞台裏、え、いやそんなのだってさすがだな先輩、ちょっと食べとこう先輩、あやかりたい、かっこいい、あとね、うん、今回やっぱね福島さんがね、うん、すごいなと思ったのはね、やっぱね本読み熱いわ本読みのね1回目からね、うん、本読みっていうのはね台本をこうまず1回目でねこう、うん、見るんですよ、はい、でただ読むだけでね役者さんたちで読み合わせをするんですけど、初見ですよ、初見の読み合わせで福島さんもお茶入れてましたからねこう仕草だけですけどお茶入れて、いやお茶を入れるって書いてあるの、台本に書いてあったのか、いろいろ書いてあるのはなんかお茶入れてる、書いてあんのバカだなと思ったでしょ、本読みなのに違うよさすがだなと思って、ありがとうございます、本当にね、なかなか稽古場にね、本番もいろいろあって入るの遅かったですけれども、ごめんね、そんなわけ、福島さん本番控えてからだったから、本番終わってからだったから、ほら、前の舞台が、お忙しいから、いやいや、それはどうもどうも、そこはすいませんでした、お世話になりました、お世話になりました、しんみりしちゃいましたね、りっちゃんはね、どうする、来年はどうする、来年は、りつこの窓頑張る、りつこの窓を頑張る、りつこの窓も頑張るよ、うん、芝居もしたいね、舞台楽しい、やっぱり楽しい、舞台楽しいね、単語もすごかったね、頑張ったね、単語、ちょっとね、踊りを踊らせていただきましたけどね、単語踊ったよ、踊ったね、どうでした、ゆりこちゃん、ゆりこちゃん、いやいや先輩、もう可愛かったよ、え、それもう可愛かったよ、みたいな、いいじゃん、え、いいじゃん、可愛かったんだ、しょうちゃんとして可愛いと思ってくれたってこと、いやいやいや、見ながら可愛いと思いましたよ、うん、だからこれからも可愛い路線で行くのか、それともやりでババア路線で行くのか痛いわだってほらずっと知ってるじゃないですか、逆に、はいはいはい、ずっと私を見てくれてるじゃないですか、だからこういうのほら逆どういうようなことをやってほしいか皆さんに聞くの、あね、リツコに、うん、リツコの窓を見てらっしゃる皆さんさ、はい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 、どういう役やってほしいか、あ、どんなことを来年してほしいかっていうのを、ね、あ、それぜひ聞きたいです ね、どんなことやってほしいと思いますこの人、初めて会ったかもしれないけど今日、はい、あ、これね、テーマソングをね、まだ1曲だけなんですけどね、うん、歌を歌ってほしい、あざす、どうしよう、ね、歌えばいいじゃん、歌おうかな、うん、今年はこのオープニングでねかかってるリツコの窓のテーマソング、うん、一応心の窓を開けてっていう曲なんですけど、うん、アクターズ TV では歌わなかった、じゃあもう去年その前は歌ったんだけど ね、うん、あ、ちょっと今度番組でもね、も歌とか次回ね、ね、うん、歌っていこうかな、お、歌ってきたここで、あ、いいですね、あといろいろね皆さんからもリツコの窓こんなことしてほしいとか、リツコにこんなことしてほしいっていうことがあったらね、うん、ぜひぜひ、ほんとほんと、メールとかね、うん、メッセージいただければ、うん、飽くなきチャレンジ、リツコもね、この番組は頑張ってる人を応援する番組なんですけども、うん、リツコも頑張ろうかなと、あーね、はい、頑張っていこうよ、ね、何？もう電池切れた？電池切れた？もうね、これね、麦わら帽子が苦しいんだよねなんか、福島さん最初のあの勢いはどこ行ったの？いやいやいや、疲れてきたの？お父さん、そんなことない、だあなたもう、もう、はい、もうお酒飲んだからね、そんなコーナーで、もうね、はい、福島さんが、うん、出演します、はいはい、次回公演、はい、持って、はい、自分で言って、自分で、はい、はい、親族会議マニアです、はい、ボリューム6、ぜひね、岩切組とね、来週の日曜日15時からね、西荻窪の音屋金時で、また宮崎弁でバリバリやりますんでね、遊びにいらしてくださいね。ぜひ皆さん、お越しください。はーいね、宮崎の人も待ってますよ。宮崎会来ていいじ。なんて言うんだっけ、マッチョっかいね。マッチョっかいね。マッチョっかいね。
福島さん、はいはい、あっという間の時間過ぎちゃいましたけれども、今年も、たくさんありがとうございました。いやいや、ごちくそありがとうね。はい、また来年もリツコの窓ファミリーとして、はい、ぜひぜひリツコの窓に、遊びに来てください。じゃあやっぱりほら、ね、虫と一緒にもうなんか中途半端な感じこの夏。いや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 、暑いからね。福島さんが意外とたてがみぼうぼうだっていうことで、そうびっくりしました。もう馬並みな、ほらこの馬たてがみ、たてがみね、たてがみが来年ほら馬年だから、ワイルド、あ、ワイルド、ワイルドだね。そうそう、ワイルドだよ。来年もいいね、年になるといいね。ね、来年、福島さんは来年はどんな風なことしていきたいとかありますか？来年？うん、そうね、また楽しいことをいろんな今までやったことないことやりたいね。あ、いいですね、やったことないことにチャレンジするのっていいですね。ね、やったことない役とか。あ、いいね。やったことないこと、やったことない、南アフリカとか行ってみたいね。行ってみたい。なんか大自然のライオンの群れとかみたい、キリンの群れとかみたい。じゃあそれアフリカじゃない？え、アフリカ、アフリカって言わなかった？俺南アメリカって言わなかった？南アフリカっつった？あれ？ほら、ね、南アメリカ。もう年末だからね、師走だからね、もう忙しいよ、ね、走り回ってね、走り回って、あ、これも走り回らなきゃ、大変だよ。福島さんもね、走り回って、あ、来年も全開で、あ、走る走る、私たち走りまくりましょうね。はい、で、また来年の今頃は一緒にホノルルマラソン行こう。マラソンか、応援しに、応援しに、走るの？走ろうよ。走る？で、走ろうっつったんだから走らない？そういう走る？うん、同じ同じ。リアル走る？リアル走るとね、なんかね、はい、いいらしいよ、走ると。ジョギング？ジョギング、ジョギングか、マラソン、マラソンか、走ろうか、走るか、走ろうかね。走ってんの、福島さん、毎朝？いやいや、東京タワーの下走ってんの？だからほら。もう長くなるね。はいはい、こんなこんなまだね、話が尽きない串又もつさんとのこう、はい、トークなんですけれども、ありがとうございました。はい、ぜひぜひ ね、今年もいっぱいありがとうございました。ね、2014年をね、ぜひね、楽しく迎えてください。ね、はい、皆さん、もう、そっか、串又もつさんからすると、リスク、良いお年をなっちゃいますね。そうです。はい、ありがとうございました。ゲスト、串又もつさんでした。ぜひぜひね、親族会議マニア、はい、マッチョ会ね、マッチョ会ね、ありがとう。はい、リツコの窓やってからね。いいよ、はい、リツコの窓、またね、バイバイ、マッチョ会ね、着ないよー。